エミリアテフ、エミリー・アテフ、1973年代は、ドイツ、フランス、イランにルーツを持つ映画監督、脚本家である。国籍はフランス。2001年より、ベルリン在住。イラン人の父とフランス人の母のもと、西ベルリンに生まれた。兄が一人いる。7歳の時に家族とロサンゼルスに引っ越すが、13歳で、学校に通うため、単身フランスへ渡り、 1993年バカロレアを取得。その後、ロンドンで女優として活動していたが、2001年ドイツ映画テレビアカデミーベルリンで演出を学び、2008年に終了する。初の長編映画モリー SA ・ S.A. はミュンヘン映画祭で脚本共同執筆のエスター・ベルンシュトルフと共に最優秀脚本賞を獲得。 作品もマールデル・プラタ国際映画祭において審査員特別賞を受賞した。続く、ダス・フレム・ダ・イムヤーは、サンゴーツを取り上げた作品で、カンヌ国際映画祭の批評家週間で、プレミア上映されたほか、ステディオ・ハンブルク新人賞、サンパウロ国際映画祭最優秀賞など、様々な賞を受賞した。長編3作品目となった、トトミッヒは、 ブラッドフォード国際映画祭で最優秀ヨーロッパ映画賞を受賞した。2016年には国営放送 ARD のテレビ映画ケイニギン銀でナハと2017年には同じく ARD のテレビ映画ワンシャカインダーを監督、家族をテーマにした両作品はどちらも2018年のグリーム賞にノミネートされている。続くテレビ映画作品。 マクトウイヒケーネ・ソーガンは19歳の息子がシリアへ渡り ISIS IS に加わったことを知る父親についての物語で2017年、ホーハンフィルムデイズでのプレミア上映を経て2018年に放映された。2018年の長編映画、ロミー・シュナイダーその光と影でアテフは脚本と監督を担当している。物語は女優ロミー・シュナイダーの実話に基づいており、 スポットライトの中のスター女優として、母親でもある詩人として、二つの顔に引き裂かれる女性の葛藤を描いている。ドイツ・オーストリア・フランスの合作である、ロミー・シュナイダーその光と影は、第68回ベルリン国際映画祭で、コンペティション部門に出品され、同2018年のドイツ映画賞において、最優秀作品賞、監督賞、主演女優賞ほか、7部門にわたる、 受賞の快挙を遂げる、エミリア・テフ、ありがとうございます。